私が愛用している爪軸セットネギビトボックスは畝全体をロータリー掛けすることができるので、土寄せと除草管理、これが同時にできます。爪を細かく調整できるので、ネギの状態に合わせた土の形を作ることができるので、ネギがサイズアップし、あなたのネギの収入を安定させます。ネギは根を切りながら栽培する極めて特殊な野菜です。根を切ることにより様々な病害虫リスク発生が考えられます。生育に合わせたセッティングが可能となるので、根へのダメージを最小限にできます。ネギのサイズアップを実現させ、経営を安定させるお手伝いをいたします。私も愛用中のネギビトボックス、一度お試しください。皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送り出します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は10月24日です。こちらトマトのハウスに来ましたけれども、まあ今ねもう全部取り終えました。取り終えましたってのも変なんですけども、まあ玉の方を取っておいて、こう後片付けの用意と言いますかね、はい、全部根っこの方を抜いて枯らして、片付けの準備を今しているといった最中ですね。まあ玉の方ですね、ちょっと抜いておかないと片付けもできないんで、これね全部収穫してしまったっていう形で、まあもうこれ以上はあんま肥大することもないので、あと赤くなるのをちょっと待つのみっていうような、そんな状況でね、今ね別のハウスでね光に当てながら赤くしているという感じですね。で、今回はこちらですね、トマト、今年また1年間で言っても、6月の定食からですね、はい、10月、今、ね、24日ですけども、やってきまして、ね、今年は、試験をリーフエナジービーンズアップやってきました。途中経過も皆様方に8月の段階でお伝えしてきてはいるんですけれども、10月の、24日ですね、今のまでの段階で、使用ハウス、ここ使用ハウスですね。で、使用ハウス2と未使用ハウス2とあるんですけども、まあ6世ずつですね、はい、2棟2棟ですね、使ったハウス2棟、使ってないハウス2棟で終了調査っていうのをやってきました。まあ共選所に持っていくので正確な数字は測れないんですけれども、コンテナね、収穫コンテナに、乗せて、それで何個を取れましたよっていうので、比較してきました。こちらをですね、今日はお伝えしていきながら、リーフエナジービーンズアップ使うべきか使わないべきか、どっちでもいいんじゃねえのかっていうのをですね、皆様方の方にお伝えしていきたいなというふうに思います。まあ結果ですね、結構ね差が出ましたので、皆様方にねお伝えしていきます。まあそういったらもうね結果から言ってしまうと、リーフエナジービーンズアップは使った方がいいよっていうふうになるんですけれども、そのあたりでですね結果報告とともにお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっていってみましょう。それではね、早速お伝えしていきましょう。リーフエナジービーンズアップ、使用ハウスと未使用ハウスでコンテナの数がどれくらい違いましたかというようなお話です。で、使用ハウス2棟合わせましてコンテナの数で 558.5 個でした。.5 っていうのはだいたい2段で積むんですよね。ですね、ここにこうやってあるんですけども、これをトマトを1段目に敷き詰めて2段敷き詰めて持っていきます。そんな形でやりますので、1段で終わったら .5 って形にしておりますね。はい、で敷き詰めて2段になったら1っていう形でカウントしています。で、なんで使用ハウスで558.5個できました。で、未使用ハウス、使ってないハウスでは 521.5 コンテナという形でございまして、その差が37コンテナできました。なので6世ですよね。6R ずつの、この、使用する、使用しないで、37コンテナ違いました。おおよそ1コンテナあたりで、大きさとかね、その人によってくるんで、一概に言えないんですけども、1コンテナで、4キロ箱が2つできるっていうふうにね、思っていただければ、それでいいのかなというふうに思いますんで、70箱、74ケースか、
くらいこの6世6世で違ってくるよというような形でございました。で、まあ、平均で2000円としますと、70箱違えば2、7、10、4段で14万弱っていう形になるんですかね。はい、それくらいの差が出ました。うん、結構な差ですよね。これ一旦使ってないですからね。一旦使ったらその倍が増えるということになるのであれば、まあ、28万、まあ、30万いかないくらいは差が出たんじゃないかなというふうに思います。うん、金額でベースで言えばですよ。なので、まあ、数量っていうのはちょっとね、測りづらいんであれなんですけども、まあ、コンテナの数を単純に、まあ、4キロに単純に直して、ね、せっかくではないですけども、それと、まあ、秋のその平均単価が、まあ、今年何本いくか分かりませんけれども、まあ、2000円とした場合に1ケースね、そうすればやっぱりね、一旦に直せば30万くらい違ってくるのかなというふうに思います。うん、でリーフエナジービーンズアップが5500円だったか、5000円だとして、まあ、10個入っているとすれば、まあ、5万じゃないですか。うん、で、まあ、開花する直前なんで、まあ、私はだから7回か、うん、使いました。で500倍、1000倍かで使ってきました。でそれくらいで違ってくるので、まあ本当にねコスパはいいのかなっていうふうには、ね、思いましたね。それ分だけ取れれば、うん、なのでビーンズアップ使うことによって、収量は、まあ、絶対増えるよということを、まあ、お伝えしていきます。一旦で30万くらいは単種で増えるんじゃないかなと。ビーンズアップ使えば結構大きいですよね。うん、だから3単やったらサザンガキ90万ぐらい違ってきますね。まあでそれくらいやっているということは、まあ多段になってくればなってくるほどもっと収量は変わってくると思いますので、うん、でプラスもっと早くやっている方であったりだとかもっと伸ばす方であったりだとかすれば、さらにまた増えることも、まあ、予測できますよね。うん、なので私は7段ですよね。7段で、まあ、6世だけやってでこういった37ケース、37コンテナが違うということを鑑みてやれれば、まあ、絶対これは来年からもまたビーンズアップはリフエナジーは使っていこうかなというふうに思います。うん、単純に本当にねこれ一旦分で使ったとしたら30万くらい違うんであれば、うん、本当に全然違いますよね。うん、これ使うだけですよ。5万の商品、まあ、10個買って5万だから、うん、それ考えるとうち、まあ、トマトフルでやったとしたら3単ぐらいなんだけどもさ、うん、まあ、3単5000ぐらいあるんだけども100万くらい変わってくるんであればやるべきかなっていうふうにはね思いました。うん、なので高い買い物じゃないっていうのは皆様方にお伝えできますし、これを使うことによって確実に収量は増えるっていうことはお伝えしていきます。要はどういうことかっていうと花落ちが少なくて果実の肥大がいいっていうことですよね。で病害虫の被害も減ります。なのでそれを吹きつけることによって葉っぱの厚みが違ってくるんで光合成がしっかりとできるようになります。そして、天流が良くなるということは葉っぱ、それから果実でね、その段階の花の段階という形で、まあ総合的にやっぱりトマトがしっかりと育つ環境ができるという形になります。うん、そこのあなた高評価コメントもよろしくね。でプラスラプラスっていうね私一緒に伊沢商店様の方からご提供されたものも2週間に1遍ね流しました。うん、これをやることによってやっぱりこの土の中のねまあ肥料分であったりだとか微生物このあたりを活性化させてしっかりと根っこを活性化させてそこに吸えるような段階、吸えるようなあなんていうんですかね、まあ、根っこにしていくって言ったらいいのかな。土の方もね鉄とかアルミニウムでくっついてしまった、まあリン酸であったりとかそのあたりでしっかりと効くようにしてあげれることによって果実の方も肥大、しやすくなってくるのかなというふうにはね本当にね今年やってて感じました。まあでも本当に違う点といえば去年から変えた点で言えばビーンズアップをしっかりと吹いてきたっていう点、でございますからね。そのあたりぐらいしか違わないもんで、うん、まあ私はもう肥料も全部一緒ですし
消毒とかも一緒ですから、そこにこうビンズアップを使うとこ使ってないところだけで、今回は分けて試験してきましたけれども、まあ、皆様方にはこちらは自信を持ってビンズアップ、リーフエナジービンズアップは使えますよってことをねお伝えしていきたいなというふうに思います。まあ私本当に今年やっててよかったなと思うんで、来年以降はまあ、試験今年やったんで全棟で、リーフエナジービンズアップ使って、またね収量がどれくらいになるのかなっていうのはねちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい、なんでね皆様方こういった場合、まあどうなんだいとか、なんかね、疑問とお問い合わせとありましたら、まあ、ぜひね、コメントといただきたいなというふうに思います。はい、今回は、リーフエナジービーンズアップ。まあ、37箱、37コンテナか、違えばだいぶ違うよってことでね、皆様方の方にお伝えして終わりたいというふうに思います。リーフエナジービーンズアップ。これを使うことによって、まあ、トマトは確実に単種上がるっていう形で、皆様方にね、お伝えしていきたいなというふうに思います。ぜひね、使ってみていただきたいというふうに思います。今年はもう終わりなんであれですけども、まあ、本州の方であったりだとかすれば、これから最盛期迎えるところもあるというふうに思います。はい、冬のトマトね、やってる方であれば、まあ、ぜひ、このビーンズアップね、使っていただければ、収量伸びるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひね、使ってみてください。はい、私、インスタグラムとツイッター、X やっておりますんで、よろしければそちらの方のフォローもぜひお願いいたします。また皆様方本当にねいつもご視聴コメント高評価低評価本当にありがとうございます。励みになっております。バイバイしたっけね。ご視聴ありがとうございました。出荷組合ゼロでは全国各地どんな方でもどんな地域でも出荷可能です。 JA 出荷、市場出荷で相場に左右されない契約販売、こちらをメインとして行っております。どうしても相場に左右されると高い時はいいけども安い時、こちらでダメージがでかいということが考えられます。 JA 出荷で高い時売上と利益を確保しておく、低くなった時の相場下落に契約販売出荷組合ゼロでリスクを分散させておく、こちらを皆様方にご提案したいなというふうに思っております。シーズン通してずっと安いとなったら本当にダメージがでかいです。契約販売で売上と利益をしっかりと確保しておくっていうのはこれからの時代にマストなことなんじゃないかなというふうに思っております。契約販売したかったんだけどもそういった販売先自分で見つけることができないんだよね、そんな方もたくさんいらっしゃるかなというふうに思います。リスクを分散させて営農を継続する、こちらが大事なんじゃないかなというふうに思っておりますんで、ぜひね全国各地で出荷できます。どんな方でも出荷できますんで、お気軽にですねお問い合わせいただきたいなというふうに思います。